檜山歯科クリニック院長の檜山健彦です。この動画をどうぞ最後までご覧ください。お待ちしておりました。歯がとても痛くてすぐに見てほしいのか、安心してメンテナンスを受けられる歯医者を探しているのか、お話を伺うように心がけております。檜山歯科クリニックは院長が小児歯科専門医のため、小さなお子様がたくさんご来院されますが、大人の方やお年寄りまで幅広い年齢層の患者様がお越しになります。予防のために検診に通われている患者様が多いのも檜山歯科クリニックの特徴です。お子様が多く、よく笑い声や会話が飛び交う歯科医院だと思います。イベントごとや日々の治療の中で患者様と深く関わりがあるので、患者様も話しやすくアットホームな感じがあると思います。どんな患者様にも、お変わりはないですか、お元気でしたかなどと患者様との会話を大切にしています。何より笑顔になって帰っていただきたいので、患者様が望んでいることをしっかり理解して、この人のために私は今何ができるかということを考えて行っています。4歳から大人まで矯正をやっており、針金や寝る時だけつける装置だけではなくて、それ以外では日々の診療の中で早めに対応できるようなお子様には、ご自宅でできるような運動などをお伝えするようにしています。歯医者さんという緊張感や不安を与えないように、治療の知識を提供しながら雑談などを交え、患者様との信頼関係を築き上げていけるように心がけております。当院では初診で来院される時から、歯科医師だけではなくスタッフ全員で関わるように心がけています。カウンセリングや無料矯正相談を行うことで、不安なく治療が受けられる医院です。子育て中のお母様にも通いやすいシステム作りを行っています。患者様のどんな表情も見逃さず、患者様にとって最善の方法をお伝えするように心がけています。檜山歯科クリニックは、患者様が快適に笑顔で帰っていただける歯科医院を目指して、スタッフ一同診療に取り組んでいる歯科医院です。檜山歯科クリニックの医院の強みは、なんといっても地域密着で笑顔があふれる歯科医院だと思います。私院長が小児歯科専門医ということもあり、小さなお子様から年寄りのお方まで、本当に笑顔になって帰っていただけるような歯科医院です。専門的な治療ももちろん、小さなお子様の予防から大人の方の欠損補鉄まで、全てのジャンルをできる歯科医院だと思います。医院のこだわりは、快適な空間って何だろうと自分で考えたとき、やはり安心安全な空間だと思います。何か治療で怖い思いをしたり、何か汚いものでやられたりという、そんな不安を拭えるように、そして笑顔で帰っていただけるような歯科医院として、そして家族全員が通える歯医者さんとして、地域のホームドクターとして檜山歯科クリニックはあると思っております。今はやっぱり親切だしさ、なかなかいい先生ですね。娘の味方になってやってくれる感じ、先生って感じじゃないね、私らはね。友達みたいなので、先生も優しいし、スタッフさんも皆さん優しいので、本当にね、お世話になってよかったと思います。いいね、これもらったがしゃしゃ、よかったです。よく、はい、小さい時から来てたんで、
私が生まれる前から来てたんで、ゆずを聞いてくれるので来てます。子供が山先生が好きなんで来てますね。山先生好きですか？山先生大好き？よし、ここに来るの楽しい？私たちは川崎市周辺の患者様に満足いただける歯科治療を提供しております。この動画をご覧のあなたへ、受付でこの動画を見たと言ってください。檜山歯科特製の歯ブラシセットをプレゼントします。檜山歯科クリニックへのご来院お待ちしております。